はい、のぼりです。今日もですね、初心者と一緒に対決していきたいと思うんですけど、前回は普通に戦ったいちごちゃんさんと、今回かくれんぼの対決をしていきたいなと思います。でルールなんですけど、まあ、参加型でよくやってるルールと一緒で、1分30秒いちごちゃんさんには塗ってもらいます。それを、うなぎが、まあ、見つけに行くと。残りの1分30秒で見つけに行くと。猫鳴いてる。はい、待ち伏せしました。ステージはバッテラストリートでかくれんぼの対決していきたいなと思います。まあ、最初の1分30秒はね、待ってるから見ないように、なんか適当にグダグダしてましょう。これ自販機とかいっぱいあるのでね、なんか買ったりね。多分ね、これね、デカビタ C とかね、オロナミン C とか。ちなみに武器なんですけど、カーボンローラーでコロコロしてね、見つけていきたいなと思います。なんか若葉シューターとも悩んだんですけど、若葉シューターって結構塗りが強いから、なんか、初心者ですしかわいそうかなと思って。で、塗りがそんな強くない武器ってなんだろうなと思って、いろいろ探した結果、なんか面白いのカーボンかなと思ったので、今日はカーボンでいきたいなと思います。はい、来ました。1分30秒。なんか立ってた。気づいたら立ってたわ。お、結構塗ってんじゃん。いないね。どこだろう。どっかにいると思います。あ、インクなくなっちゃった。ちなみにこの初心者は、チュートリアルしかね、まだやったことないらしくて。操作もおぼつかんない状態でした。前回戦った時は。操作おぼつかんなくてね、大変そうだったんですけど。え、隠れも上手くない？ちゃんと隠れてる？え、どこにいるのかわかんない。あ、いた。あ、出てきた。出てきた。やべえ、見つけちゃった。立ってる。見つかったと思ってるのかな。倒してないから。逆に今俺が隠れたんですけど。おい、もういいのか。かくれんぼはもう飽きたかな。3分で飽きたっぽい。もうなんか、塗ってる。隠れることをやめて、鬼になっちゃった。俺が隠れてるが鬼になっちゃった。あー、見つかっちゃった。よ。倒してくれない？仲良くなった。